残しはなしか。昨日ケンブリッジの廃墟に行ってきた。このおかしな救助信号を聞いてな。誰かがヤバい状況にいる。何かから逃げた。悪がボストンの街中にはびこるとき、一人の男が影の中に身を潜める。無実なる者を守り、罪人を裁く。その守護者の名はシルバーシュラウド。今回のエピソード、メモリー電話インスティチュートの仲間じゃないの。いい人だと思ってたのにね。姿を見せろ。ゆっくりとだ。ピエロどもがトンネルを守ってるんだ。
出ていくべきだ。今すぐの方がいい。Thank you.
交戦します。Thank you.
わね。
が洪水の保険に加入していたならいいけど。見えの場所に立って撃たれるのを待つのは最高だよ。君へ送ってやる。最悪の相手に盾ついたな。忌々しいレイダーめ。
キャップがいくつ亡くなったのかも分からない。調子はどう、トミー。ケイトをよろしく頼むよな。違いか。こんにちは。掃除ロボットの休暇でも取ったのか。センサーに交戦します。大きな間違いだ。面白くなりそうなところだった。掃除機が作られたのには理由がある。散らかった中を漁りたければどうぞ。
らしい。そのうち教えてもらわないと。攻撃が作られた理由がある。入った。起動中。プロテクトロン始動。立ち止まらないでください。危険です。繰り返します。この区域は危険です。警戒態勢解除。
海戦での動きを検知。作戦区域にステルス部隊が侵入した可能性があり。やった。やった。お前がやると簡単そうに見える。
に参ります。奴らは一体どこに？Thank you.
風らしい。そんなことがあり得るのか。やった。今日人生を変える決断をすることを願っているよ。俺たちの活動について学びに来たのか。あなたも活動に関わっているの？その通りだ友人。それは俺の人生を変えたし、君の人生も変えられる。ブラザージェームスと話すのが一番だ。全ての詳細を教えてくれるよ。コミュニティのピラーの一員になる決断をするよう期待しているわ。もう自分の目は必要なくなった。ようこそ同胞よ。ここで新顔に会えるのはいつでも嬉しいことだ。教えてほしい。この世界全てが壊れていると思ったことはあるか。なぜ古き良き時代のように物事が進まないか考えたことはあるか。なぜそんなことを？なぜなら、もしそのようなものを探しているのであれば、君は正しい場所へ来たからだ。我々は自分たちのことをコミュニティのピラーと呼んでいる。とても新しい活動だから聞いたことがないかもしれないな。しかし我々は連邦全土で急速に成長している。君もこの刺激的な未来の一員となれるのだ。さあこちらへ。そうすれば喜んで我々の活動とその一員になる方法を教えよう。分かった。そうか、本当に素晴らしい。ここにうまく馴染めるだろう。こんにちは、同胞。いつでも新しいメンバーを探しているの。遠慮はしなくていい。とにかくついてきなさい。心配しなくて大丈夫。噛んだりしないよ。我々の集団に新しいメンバーを迎えられるのはいつでもワクワクする。よし、君が私と同じくらい心が踊っていることを願う。仕事の好きな部分の一つがこれなんだ。我々の活動に新しいメンバーを迎えることがね。初めの一歩は簡単だ。本当の富、健康、幸福を享受する能力を得るために所有物への執着を捨てることを学ぶ必要があるんだ。さあやるんだ。君の持ち物をすべて私に渡せば、コミュニティのレベル1ピラーにしてあげよう。おい、ああ、そうか。どこにピラーを突っ込めるか知っているな。バカだと思われているわね。まあ、ここに来たのは君じゃないか。さて、君には2つの選択肢がある。持ち物をすべて渡すか、結局すべて奪われるかだ。持ち物すべてを渡すって本気で考えているの？世界はカモでいっぱいなんだ、君。ただ外を見てごらん。奴らみんな所持品すべてを渡したんだ。それと引き換えに、ああ、そうだな。希望か。もちろん偽の希望だ。それでもな、奴らにとっては価値があったんだ。自分自身に何を言っても結構なが、裸でか。または潰れて去るか、君の選択だ。気が変わってもう参加したくないとしたら？いや、すまないが、その段階はもう過ぎている。所持品すべて渡してもらおう、今すぐに。
出ていく。どうするかはあなた次第よ。ああ、君に構っている暇はない。簡単なカモはたくさんいるしな。気が変わる前に出ていて。これだけ？どこにいるのかわからない。戻ってこい。それは必要なくなるだろう。助けてくれ誰か。仕方ないのよ。